フランク・ジェイムズ・バターフィールドは、カナダのプログラマ、著述家、講演家である。初期のマイクロコンピュータの研究、特に、コモドールや、トロント PET、ユーザーズグループとの関係、機械語プログラミングに関する多くの書籍や記事、教育用ビデオや、テレビ番組の出演で知られている。ジム・バターフィールドは1936年2月14日、エドモントンの南に位置する、 アルバータ州パノーカでイギリスから農業のために移住したジェームズ・バターフィールドとナンシー・バターフィールドの4人の子供の3人目として生まれた。1953年に奨学金を得てアルバータ州バンフのバンフ芸術学校に入学した。その後、アルバータ大学、ブリティッシュ・コロンビア大学に進学したが、興味がなく中退した。最初の仕事の一つは、 アルバータ州でのラジオの穴埋め番組の台本の執筆だった。1957年、バターフィールドはカナディアンナショナル、カナディアンパシフィックテレコミュニケーションズで働き始め、当初はユーコンのホワイトホースでマイクロ波技術者のための講師を務めていた。1959年、ポピュラーエレクトロニクス氏に当時の新技術だったパランジスタに関するホビースト、 向けの彼の記事が掲載された。1962年にはトロントに転勤し、それから1年以内に CNCP のメインフレームのプログラミングをするようになった。バターフィールドは1981年に CNCP を退職した。その理由として彼が上司にパーソナルコンピュータが 優先テレプリインタ事業を一掃するだろうと言ったためにクビになったとされているが、実際には会社がトロント中心部から郊外に移転し、通勤に時間をかけるほどやりがいもなかったので、自発的に辞めたと彼は述べている。これ以降、彼はフルタイムのフリーランスの著述家、プログラマとなった。1976年5月。 バターフィールドはマイクロコンピュータに強い関心を持つようになり、モステクノロジーのキムマイナス -1 を購入した。後に、このマシンに関する本を協調で執筆した。彼は多くのコンピュータ用のゲームやアプリケーションを制作し、コンピュート、コンピュート、ガゼット、ザトランザクター、プリントアウトなどのコンピュータ雑誌の常連機構者となった。 その後も MOS6510 プログラミングの代表的な参考書であるマシンランゲージプログラミングフォーザコマド六 64& アザーコマドー、コンピューターズなど数冊の書籍を出版したバターフィールドの文章は技術的な内容にもかかわらず砕けていて基地に飛んでいると称賛されザトランザクターにはバターフィールドのグラビア風写真が掲載されたこともあるほど彼は コモドールのユーザーに愛されていた。バターフィールドはトロント PET ユーザーズグループの設立に協力し、1979年の第一回会合で講演を行った。講演者や教育者としてのバターフィールドの評判は高まり、初期のトップグミーティングには何百キロもの距離を車で移動して彼の講演を聞く人々がいた。バターフィールドは 世界中の科学会議やコンピュータ展示会で講演を行い、ヨーロッパではコモドールの教皇と呼ばれた。コモドール社は彼と契約して新製品のビッグマイナス20のサポートツアーを行い、後にコモドール64のトレーニングビデオを制作した。1983年、バターフィールドは TV オンタリオの教育シリーズザ・アカデミーの専属専門家として出演した。 この番組は同局のビッツ・アンドバイツとタイになるもので、バターフィールドはこの番組の監修や付属の本の執筆を行った。同年、バターフィールドと共同司会のジャック・リブスレイはコモドールが主催した展示会ワールド・オブ・コモドールに出演した。1980年代に入ってからもバターフィールドはトップグとの関係を続け、トップグとジョージ・ブラウン大学で 機械語コースを教えた。バターフィールドはなくなるまでトップグの会合やワールドオブコモドールなどのイベントで定期的にクラスやセミナーを開催していた。直接参加できない人のためにバターフィールドは毎日午前10時から午後10時まで電話を受け付け毎週何百もの質問を受けていた。また当時のオンラインコミュニティではクアンタムリンクやゲニエなどのオンラインサービスで Q&A セッションを定期的に開催するなど大きな存在感を発揮していた。バターフィールドはまたマイクロソフトベーシックのあたり8ビットコンピュータ版などコモドール以外のコンピュータについても執筆していた。バターフィールドは自由にソースを利用できるソフトウェアの初期の提唱者の一人でありトップグソフトウェアライブラリーの始まりとなった約80の プログラムのうちの4分の1を制作した。彼のソフトウェアの多くは彼が寄稿していた雑誌にソースコードが掲載されていた。それらの中で最もよく知られているのはスパーモンとタイニモンである。これは多くのアセンブリ言語プログラマがコードのデバッグやテストに使用していた機械語モニタである。バターフィールドが制作したプログラムの中で商用で販売されたのは ワードプロ用のスペルチェッカー、スペルプロが唯一だった。2006年11月のニュースグループへの投稿で、バターフィールドは科学療法を受けていることを発表した。2007年6月29日、バターフィールドはトロントのマーガレット王女病院で死去した。翌日には、ニュースグループコンプ、シス、CBM で死去が発表され、その後、トロントスターがと、エドモントンジャーナルがでも、 死去の記事が掲載された。オンラインや、主要、メディア、コンピュータ関連のマスコミで、バターフィールドへの追悼のメッセージが多数発表された。グローブメール紙は2007年8月に、彼に捧げるコラムライブズリブドを掲載した。トップグニュースレターの2007年統合には、バターフィールドの多数の電気、長字、三字が掲載された。 9月22日にはトロントの海軍クラブで追悼式が行われ、コンピュータ視野のシド・ボルトンによるトリビュートビデオが放映された。12月1日にはワールド・オブ・コモドールでも追悼式が行われた。ペットを抱いて PET を操作するバターフィールドバターフィールドの一家はトロント近郊のダウンタウンに住んでいた。余暇にはガーデニング、ピアノ演奏、 たくさんの猫の世は、トロントの海軍クラブでの交流、トロントのダウンタウンや訪れた多くの都市の探索などを楽しんでいた。彼の妻のビッキー・バターフィールドは、カナダの政党、斉藤の活動的な党員で、トロント支部を運営していた。1988年に、二人の間に、娘のスザンナが生まれた。ありがとうございます。